も合わせ、それと昨年のそのベア控え値という。トヨタ自動車の一時金半期分回答っていうのはこれ、個別賃金にして、あの以前の記者会見でも申し上げました、従来から平均賃金引き上げ方式と個別賃金引き上げ方式並列というよりも、どちらかというと 平均賃金の方を第一、個別を二つということで、並列にしたこともありますけど、賃金年間一時金についてですが、賃金については二炭素、日産とマツダが賃金改善分は賃金引き上げ額満額の総額ですね、総額で満額の回答を引き出しております。年間一時金については8炭素それぞれ満額の回答ということになっております。回答指定日ギリギリまで交渉を押し込んだ結果、最大の回答を引き出すことができたというふうに受け止めております。